ビクトリア女王参加作品103は、ヨハン・シュトラウス一世が作曲した、ウィンナ・ワルツ。より現代に、忠実な形で、オーブリテン等、ビクトリア女王へのオマージュ、大英帝国女王ビクトリアへの敬意といった日本、500代も用いられる。単に、ビクトリア・ワルツとも、1838年6月28日に、退官した英国女王、ビクトリア、当時十九歳。 1814年のウィーン会議の少し前から、ワルツはイギリスにも伝わっていた。しかし、詩人として知られるジョージ・ゴードン・バイロン男尺を、筆頭に、ワルツに反対する声が強く、保守的な上流階級からは、優美、繊細、礼節を書いた、ドイツ生まれの悪魔という非難を受けていた。そのため、貴族から大衆に至るまで、ワルツ人気が高まった、大陸諸国と違って、 イギリス社交界では、ワルツは礼遇されていた。1838年4月、そうした雰囲気のイギリスに、ヨハン・シュトラウス一世は、自身の楽団を引き連れて7ヶ月にも及ぶ長期の演奏旅行に出かけた。ロンドンでは6月28日に、当時19歳のビクトリア女王の戴冠式が、取り行われる予定になっていた。式に先立って、最初の舞踏会が5月10日に、 バッキンガム宮殿でも要され、シュトラウスはそこで、ウィンナ・ワルツを午前演奏することとなった。その際に、シュトラウスが演奏したのが、この新作ワルツ、ビクトリア女王参加であった。シュトラウスは、イギリスの愛国家である、ルール・ブリタニアとイギリス国家、神よ、女王陛下を守りたまえのメロディを盛り込んで、このワルツ、ビクトリア女王参加を作曲した。 あらかじめ作曲したものではなく、演奏旅行の途上で作曲した作品の一つとされる。5月10日の舞踏会において、ビクトリア女王は控えめながらも上機嫌でこのワルツを踊ったという。若きビクトリア女王の体感を契機に、閉鎖的なイギリス社交界でもウィンナ・ーワルツは公認されることになったのであった。 AB 加藤 p 5 7ト、a b e の上 P278 から 279ABCD 27加藤 P60 ありがとうございます。